アマゾン3000機の衛星を打ち上げ高速インターネットを提供へ本日アマゾンが3236機の衛星を打ち上げ世界中の人々に高速インターネットを提供するプロジェクトカイパーを実行していることが明らかになりましたこの計画現在初期段階にあるとされておりアマゾンの広報担当者はプロジェクトカイパーは 地球低軌道の衛星を打ち上げ、インターネットを全く利用できない、あるいは十分に利用できない世界の人々に遅延が少ない高速なインターネット接続を提供する新しいイニシアチブです。これはブロードバンドインターネットへの基本的なアクセスが提供されていない膨大な数の人々にサービスを提供することを想定した。 長期的なプロジェクトですこのイニシアチブで同じビジョンを共有する企業と連携をしていきたいと説明をしておりますこちら私も友人に備えて衛星電話を導入して通信を行おうかと思っていたんですが、まあ、この衛星電話とさらに通信まで行おうとしますともう費用が高すぎて断念したことがあるんですけども こちら、アマゾンが計画しているプロジェクトカイパー。世界中の人々にインターネットを提供するということでありますので、ある程度価格が安くなるんじゃないかと思われます。こういった誰でも簡単に使える衛星通信によるインターネットサービスがあれば、災害時にも 大きく役に立つんじゃないかと思いますので、Amazon には節税でかなり儲けているお金を使って、こういった人々のためになるサービスを早急に実現していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。